久保さん、おはようございます。シネマティックですね、今日も。はい、あー、ちょっとアップしすぎるとあれか。はい、今回は AirPods 第3世代にしようかな。久保さん、プロじゃなくて、AirPods、プロじゃない、プロじゃないですね。3ですね、第3世代。そう、AirPods もね、第3世代になりましたよ。今まで僕、第2世代使ってたんですけど、第3世代。空間オーディオすごいですね。もう空間オーディオね、空間オーディオ聞きたくて、iTunes のサブスク登録しちゃいましたよ。すごいですね。なんかね、プロのやつは、カナルになってて耳にがっつり入るんだけども、ね、圧迫感があるんですよ、耳に。このかあのでもこれは圧迫感があんまないんで、で長時間僕聞くんですよね。めちゃくちゃ長時間入れるんで、長時間あれを入れると耳が痛くなるんで、僕はこっちタイプですね。まあ、久保さんはプロだと思うんですけど、はい。まあ、何かっていうと、すぐ使えってことですね。できるだけまあ最新のものだったりとか、できるだけその、なんか使ってみる、やってみるっていうのが、もちろん全部やったらキリがないんであれなんですけど、いいなと思ったら使ってみるっていうのが大事なんじゃないですかね。例えば YouTube が出た時も、おやってみようみたいなね。そう。そう。で、やってみて、なんだ、ある程度やってみて、いいか悪いかっていうのを決めればいいだろうし、でもそのね、いいか悪いかをね、ジャッジするときの、ポイントみたいなとこはしときましょうか。ポイント。ポイントは、まず、タダでできるかどうかですね。まあ、それを利用できるのがタダできるか。YouTube タダじゃないですか。Facebook もタダでしょ。インスタもタダでしょ。TikTok もタダじゃないですか。だから僕、TikTok もね、最近ちょっと始めて、ちょっとやったんですよ。でもね、TikTok はね、やってみたんですけど、まあ、これからちょいちょいずっとちょっとやってみますけど、なんかね、TikTok のタイムラインが僕好きじゃないんですよ。結構ね、過激なんですよね。まあ、暇つぶしで見るんだったら、だから、あれね、もう暇つぶし、中毒メディアですね。だから、ユーザーの気持ちは分かった。ユーザーの気持ちは、なんで TikTok にこう中毒性があるのか、なんで TikTok がこう流行ってるのかっていうのは理解できたんだけども、なんか、もう、時間がもったいないというか、なんか TikTok はね、まあまあこれからまたちょっといろいろテストしていこうかなと思いますけど、まあただでできますから。そう、まあ、あれはやらなかったですね。なんだ、もう最近聞かないですね、久保さん。音声のクラブハウスか、クラブハウスでしたっけ。 なんか音声のやつあったじゃないですか。そう、あれは僕やらなかったですね。うん、まあ、なぜならば、動画めっちゃやってるんで。もう、吉谷ハウスですから。そう。もう2万本以上あるし。そう。そう、なんか TikTok はね、やっぱアクセスの面でね、アクセスがやっぱ今集めやすいっていうところで、僕も初っ端初動で動画撮ってたら、まあ、700か800ぐらいのアクセスが常時来てたんで、まあ、YouTube の動画の僕、アクセスっていうのは100前後なわけですよ。だけど TikTok ね、アカウント初心者、アカウントゼロの状態から、まあ、アップしたらもう700リーチぐらい行くっていうね、これすごいなっていう。すごくないですか？だって YouTube 解説してね、YouTube 解説して一発目で700再生って結構難しいですよ。もちろんそのトレンド動画とかだ、トレンド系の動画とかだったら別だけども、そう。だからまあまあ、ポイントとしてはやっぱまあ無料でできるかどうかですね。まあこれはまあ有料なんで、お金ないと買えないんですけども、そう。まあとはいってもこれ2万円ぐらいか。まあ、あとはね、有料のやつはコスパですね。有料のやつは、久保さん、光が出てきた。太陽が。朝ですね。やっぱ有料のやつはコスパを考えますね。コスパ。コストパフォーマンス。
コストパフォーマンスって結構みんなその考えるのが、安くてまあどれだけパフォーマンス出るのかっていうのを考えるんだけど、要はコストパフォーマンスの基準なんですよね。それが10万円だったとしても100万円出るんだったらコスパいいわけじゃないですか。でも多くの人って100円に対してのコスパとかね、1000円に対してのコスパっていうね、この感覚が結構多いと思うんですけど、例えば100万円の商品だったとしても1000万のパフォーマンスが出るんだったらそれで100万円安いし、だからそのこの値段の目先の値段ですよね。目先の値段が高くてもその見返りが高いんであるならばコスパはいいんですよ。だからこれも2万円、まあ普通のねチャイナ製のやつだったらまあ5000円とか3000円とかで買えると思うんですよ、チャイナ製だったらね。だけどこれ僕はこの2万円出してでもこっちの方がパフォーマンスが出ると思ってるし、やっぱ僕はアップル信者ですから、もうずっと iPhone 使うんで、まあ iPhone との連結はもうこれ以上の連結はないじゃないですかiPhone ずっと使ってんだったらもうこれ以上の連動はないわけですよね。もちろん他の機種もね連動できるけども、 Bluetooth でだけど一番その合ってるわけじゃないですか、うん、でいろいろあとはまあクオリティの部分も考えたりとか、まあずっと使う、まあだ第2世代も僕2年ぐらい使ったと思うんですよ。であれ1万7000円ぐらいだったんですね、第2世代。じゃあ 2年を1万7000円で割ったら1ヶ月いくらよ、1日いくらよって話なんですよ。なこの考え方ですね。1万7000円を2年で割ったら1日いくらっていう、1日いくらでそれ利用するのみたいなでじゃあそこからどれぐらいの収益を生み出せるのって考えると、なんだこの手前の金額ですよね。じゃあこの100万円の商品だったとしても、この100万円の商品を何年活用するっていう想定をして、じゃあ1ヶ月割りだったらいくら、1日で割りだったらいくら、じゃあその1日じゃあ300円だとするじゃないですか、ね、じゃあ 100万円の商品を10年使うとします。じゃあ1日で換算すると、10年を1日で換算すると数百円、じゃあ数百円の投資に対してじゃあいくらぐらいの利益を算出できるのかっていう考えていくと、じゃあ例えば500円ね、まあちょっと10年で100万いくらですかね、1日あ分かんない、まあ500円とかにしましょうか。じゃあ500円のあれに対して、3000円出せるんだったらめちゃめちゃコスパいいですよねとかね、なんかねやっぱねお金の稼ぎテーマはね、どうしようかな、お金の使い方ですね。やっぱ僕ねいろいろお金の勉強して思ったのが、やっぱ一番大事なのは結構お金の使い方かなっていう。なんでかっていうと、お金の稼ぐ方法も、まあ大事なんだけども、これね、頑張れば、本当に頑張ればお金稼げるわけですよ。まあぶっちゃけそのネットビジネスじゃなくても、バイト頑張ればお給料もらえるでしょ。だからお金を稼ぐって別にバイトでも稼げるわけじゃないですか。でも使い方っていうのは、この教えてくれてないんですよ。わかります？結構ね使い方っていうのが、これ本もね多分ね松下幸之助さんも本で出てたような気がするんですけど、お金を儲けるより使う方が難しいみたいな、本当にそうだと思います。で逆に言うと、お金の使い方のスペシャリストになると結局リターンも大きくなるので、だから返ってくるのが大きいんですよ。だからこれね結構大事だと思うんですよね。だから久保さんもなんだお金の使い方がうまくなかったら今になってないですよ。例えばその塾入る時も、いや高えなみたいな、目先高えなみたいな、目先高えなみたいなね、いや私入れないとってなってたら、まあ塾入ってないし今ないんですよね。だけどそこに対して久保さんがどう思ったかはちょっとね、まあいろいろ億万長者のやり取りで言ってたんで、ちょっと忘れましたけどまあとりあえずなんだ、その確かに高いかもしれないけども、自分の人生を変える価値を考えた想定した場合、じゃあここの目先の30、40、50っていうのは、じゃあ50を人生で借り取れるんだったら安くないですか。どうですか、50万で人生を変えられる、どうですか。あなたの人生が50万円で逆転します、安くないですか。でもそれを言うと本当になんだ50万で人生変わるんですかって話じゃないですか。ただ久保さんはその時になんだ、もし買ってやりまくって稼げなかったらクレーム言ってやろうみたいな感じだったと思いますけど、まあやった結果稼げたっていうね、1億っていう、もうお釣りが出るっていうね安いみたい。そう、まあやらないとダメなんだけども、でもそう考えると安いじゃないですか。
人生を180度変えるのに50万ですよ。100万円ですよ。え、100万円払ったらあなたの人生が変わるんですよ。どうすか。例えば今手取り20万の人生をずっと歩みますっていう人生なのか、今後手取り100万円、月収100万円っていう人生を歩むのか、こう結構もうだいぶ変わりますよね。どうすかって話で。で、この話をすると、いや、本当にその稼げるんだったら入りますよみたいなね。そう、億万長者、そう。億万長者合宿でもね。億万長者合宿に参加したら、億万長者になれるんですか？なれるんだったらいくらでも払いますっていうね、人がいたんですけど、バカ野郎みたいなね。知らねえよみたいな。そう。この話をするとそういう論争になるんで。そう。だからそれは、まあ自分でやるだけですから。自分で決めて、ただその可能性は生まれるわけですよ。可能性はね。億万長者合宿に参加しました。じゃあ久保さんと僕に直接そのレクチャーをもらえます。直接いろいろ聞けます。さらにあの時は自分の商品の宣伝もできたりとかね、そういうオプションもあったしね。オプションというか、まあ無料でオプションが入ってたわけですよ。で、結局まあみんなね、あの紹介したけども何も商品なかったっていうね。だからそのいかにそれを活用しまくるかっていうね。例えですよ。まあその想定外だったとして、自分が想定内の中じゃなくて、あ、外れだったなと思ったとしても、コストパフォーマンスを上げることはできるんですよね。このマトリックスもそうで、騙されたみたいなね、久保さんがずっと言うもんだから。マトリックスアフリエイトっていうね、もう何年前の話やねんっていう。もう億万長者が新しくマトリックスでいいでしょみたいなね。まあ次の動画、億万長者合宿マトリックスにマトリックス被せてくるかもしれないですけどね、久保さん。だから久保さんは、そのね、その販売者が逃げたんですよね、マトリックスで。だけどずっと使ってるわけですよ。ね。で、結局稼げてるわけですよ。なんか久保さんも言ってましたけど、久保さんみたいなね。どうしたらいいですかみたいな。あ、そっか塾ありますよみたいな。まあ結局コスパが悪くてもコスパはよくできるってことですね。ただまあお金の使い方を考えるっていうのはすごく大事ですね。どこにお金使っていくのかっていう。要は、なんだろうな、使える時間も残されてるわけですよ。例えば、わかりやすく言うならば80歳で使えるお金。まあ久保さんもよく言いますけど、まあ親孝行するのにね、一緒にご飯食べに行ったらね、もううちの親父はこんなんでもう満足みたいなね。そんな食べられないみたいなね。要は食べられなくなるんですよね。そう。だから美味しいご飯も、美味しいんだけど、量こんなにしか食えない。だから、まあ、僕で言うなら昔その小学校の時とかね、焼肉の食べ放題行ってね、うわ、食べ放題だみたいなね。もう食べ放題にめちゃめちゃ価値があったんですよ。だから食べ放題にお金を払うっていうのはコストパフォーマンスも良かったし、あのワクワクしたし、わーってなったんだけど、今食べ放題絶対行かないですよ。だって食べ放題食べられないんで、もう39で40になってそんな食べられないですよ。食べ放題行ってね、食べられないですよ。だから逆に言うとコスパが悪いんですよ、食べ放題っていうのは。食べられないから、だからその時代に応じてその変わってくるじゃないですか。そのサービスや物の価値も。昔はそのビックリマンチョコにすごく価値はあったけど、今僕はもうそんなにビックリマンチョコに価値を感じないし。そう。だから時代に応じて、ね、昔はその幼稚園の時とかは、あ、じゃあ小学校の時は僕ミニ四駆に価値をすごくね、ミニ四駆に価値を感じてたけど、今ミニ四駆に価値を感じるかっていうと、すごく感じないし。そう。多分その、なんだろうな。ヤマトくんもね、今ミニカーで遊んでるけれども、じゃあその20歳になった時ミニカーで遊ぶかっていう、わあミニカーだ、トミカのミニカーだって遊ぶかっていうと多分ないですよね。だからそのお金を使った後の価値も変わっていくし、もう全部変わっちゃうんですよ。なんか要所要所どこにお金を使うべきかっていうのをやっぱ考えていく、想定、考えていくっていうのは大事ですね。ここで使わなかったら、この得られるサービスの価値っていうのは最大限、だから価値のコスパというか、価値の最大値というか、わかります？だから30代でここにお金使った時の、そのサービスの最大得られる価値ですよね。とか。だからこういうことって多分その、
普通に生きてたら考えないんですよ。普通に生きてたらマジで考えないですからね。そのサービスのものの価値だったりとか、まあ価値に関しても考えることないしね。そう、普通に生きてたらね、価値のことなんか考えないですよ。これ勉強、ビジネスの勉強してればしてるほど価値に関しては考えるんで。だって価値と価値の交換なんで、それは価値のこと考えますよね。でもこれ普通に生きてたら価値のこと考えないです、あんまり。うん。お金の使い方っていうのは、ね、大事ですね。うん。初心者だからこそ、どこにお金を払うのかっていうのは、僕は大事かなと思いますね。だから要はね、初心者だからこそ、なんだ、いっぱい選択ができるんですよ。お金いろんなところに払えるんですよ。だけどその選ぶ時のその考え方っていうのも考え、なんだろうな、これ難しいな。プロになるとね、払えなくなるんですよ。これも払いづらくなるんです。だからそれをめちゃめちゃ考えるんで、結構プロになると、プロになればなるほどお金の使い方のところがもう研ぎ澄まされていくんで、あれもこれもなんないですよ。でも初心者の時はあれもこれもあるで手は出せるんですよね。でこれはいい反面もあれば悪い反面もあるし、だからマイナスとプラスがまあ共同してるんですけど、だ初心者だからこそ、わからないからこそ飛び込める、わかります。でもプロになれば飛び込めなくなるっていうね。うん。だ逆に言うと、初心者だからこそ目の前にチャンスは大きく広がっている。でもプロになればそのチャンスを制度しちゃうので、広がりはどんどん狭まっていく。だけど狭まっていくけども精度は高くなるっていうね。でもチャンスの広がり方は少なくなっていくってことですね。まあいろいろ申し上げましたが、あ、長えな、これ 4K ですからね、大丈夫かな。ちょっと真面目に語ってみました。では。